歴史都市奈良。町並みは公園を中心に形成され、原生林が人々の生活のすぐ近くに迫り、神様の使いと言われる野生の鹿が人と共存している。そんな奈良の町は世界でも稀に見る不思議な場所で、昔と今が交差する独特の時間が流れている。